それでは始め。はい、皆さんこんにちは、キングカイザーです。キングカイザーの今回のテーマはズバリ野球です。野球の基本はまずキャッチボール。ここで子供用のグローブをそのまま使っているというのがポイント。このグローブにはセンサー一切入ってません。カバーしている右手がボールを組むのをキャッチして、グローブでしっかりキャッチで、右手がボールがあるのを確認して握る。でこの時も握りを距離を測って、握りが浅い時はしっかりと握り直す。そしてワインドアップしてナイス。構えて、これはイチローポーズですね。はい、いきます。ナイスバッティング。はい、はい、リード、はい、リード、リード。そして牽制球が来ると気にします。セーフ。はい、また立ち上がってリード、そしてこう牽制球が来ないとですね、どうなるかというと走りました。そしてヘッドスライディング。ナイス。